はい、こんにちは。今日はですね、プロクリエイトのデザインチュートリアルをやっていきます。で、今日作るのはですね、こういったアルファベットのデザインを作っていきます。とこの B っていうね、文字から水しぶきがバーって出てるような表現をイラストで描いていきます。で、最近ですね、プロクリエイトに新しいこのテキスト機能っていうのが加わったんですけど、まあそれを使ってね、面白いものを作っていこうよっていうことで、こんなチュートリアルをやってみたいと思います。いろいろ使える機能を紹介するので、ぜひ楽しんでください。はい、じゃあ早速ですね、始めていきます。まずプロクリエイトを開いて、右上のプラスボタンからスクリーンサイズで始めていきます。で、一番初めにやることはまずですね、テキストを追加します。左上のギアマークからプラスボタンの追加のとこですね、のところからテキストを追加っていう項目があるので、ここからテキストを入れていきます。で、今回は B っていうアルファベット1文字だけですね、を入れます。で、フォントとか、あとサイズとか変更したいときは、この右のスタイルを編集っていうところを押すと、こういうバーが出てくるので、ここからね、いろいろ変えていきます。で、今回使うフォントはですね、ベグムかな？ベグム。多分ね、昔私がどっかでインストールしてきたやつだと思います。で、今回ベグムを使うんですけど、ちなみにこのプロクリエイトにフォントを入れ込む方法、皆さんが持っているフォントを入れ込む方法は他の動画で解説しています。で、それ概要欄の方に載っけておくので、もしよかったらそちらも参考にしてみてください。で、フォントのサイズ変えるときなんですけど、左上の矢印マーク、こっからでもサイズ変更することができます。で、私はね、こっからサイズ変更することが多いです。こっちの方が多分早くて綺麗にできます。なので、ここで変更ですね。で、色を変えたいときはテキストをタッチして、右上のカラーパネル、ここから色を変えてあげると変更できます。で、ここ今テキスト追加されてるんですけど、これを複製します。左にスワイプして複製。で、この複製したやつっていうのはバックアップ用として置いておきます。なので、一番下のテキストレイヤーは非表示にしてください。で、上のテキストレイヤーですね。これはラスタライズ。選択してラスタライズを押してください。で、このラスタライズをすると、もうテキストレイヤーではなくなってしまって、普通のイラストレイヤーになるんですね。なので、こうやって選択のとこからワープで歪みかけれたりとか、あと細かい描写とかもできるようになります。で、これがラスタライズです。でですね、こっからやってほしいことなんですけど、まずこの、B っていうテキストに対して、マスクをかけていきます。マスクです。選択をして、マスクっていうのが出てくるので、ここを押してください。で、マスクを使って、このアルファベットの一部を非表示にしたいんですね。なので、ブラシの黒色を取って、こうやってなぞってあげます。で、マスクはですね、黒でなぞると見えなくなって、白でなぞると見えてきます。で、例えばですね、このブラシの固めのエアブラシっていうのを取って、ちょっとなぞっていきますね。で、こうやって黒で塗ると、レイヤーマスクのところに黒いブラシで、書かれてますね。でも、アルファベットの B のところは、消えてない。非表示になってるだけっていう感じです。で、逆に白で塗ると、この消えてる部分っていうのが復活してきます。で、このマスクの機能はですね、絶対使えた方がいいので、以前も動画出してるので、もっと詳しく知りたい人は、こっちもリンクから飛んでいってください。で、こっからですね、どんどんデザインを作っていくんですけど、まずはこのマスクの機能を使って、このデザイン上見えてほしくないところ、いらないところを消していきます。
で、こんな感じでざっくり消せたらですね、一回このアルファベット B の不透明度をちょっと下げます。20% ぐらいに下げます。で、この状態で一番上にレイヤーを追加して、ここにさっき水がこうパーって飛んでたような表現書いてたと思うんですけど、そのイラストをこの一番上のところに書いていきます。で、使うブラシなんですけど、特にね、指定はないんですけど、硬いブラシの方がいいですね。硬いエアブラシとか、あとスクリプトとかかな。あとはインキングっていうボックスの中に入ってるやつとか結構いいですね。で、今回は私は、スクリプトっていうブラシを適当に自分でゴニョゴニョカスタマイズして、それで描いていきます。で、どうやって描いていくかっていうと、この下にあるアルファベットのラインを意識しながら、そのラインから水が飛び跳ねてるようにこう予想しながらですね、描いていくんです。こんな感じで、で、こっからはですね、結構想像力の力が問われるので、いろんなね、写真とか水のイラストとかを見ながら描いていってください。私も今左側にね、写真実は置いてて、それを見ながら描いていってます。で、ざっくりアウトライン取れたら、ちょっと塗りつぶしてみますね。塗りつぶしするときは右上のカラー、ボタンのところから放り投げてあげる。で、こうやって左右にスライドすると敷地っていうのが決められます。敷地っていうのは、どれくらい塗りつぶすかみたいな感じですね。なので、この敷地とこのカラーボタンからこうバケツみたいに投げ込むっていうのを駆使して色を塗っていってください。はい、で、こんな感じでですね、結構形になってきたので、このアルファベットの元の B のところですね、ここはもういらないところをマスクで消しちゃいます。で、レイヤーマスクがしっかり選択されていることを確認して、この状態でブラシの黒色を取って、この下のいらないところですね、もう消していきます。で、この後はもう少し細かい水しぶきだったりとか、あとは水玉みたいなのをどんどん描いていきます。
で、ここまでできたらですね、最後仕上げに入っていきたいので、一番上にレイヤーを追加します。で、そこにですね、白色のブラシで、白い水玉を描いていきます。で、この状態で完成でもいいんですけど、まあもうちょっとクオリティを上げていきたいので、最後はね、白いブラシで、完成に持っていきます。はい、ということでこんな感じで完成になります、結構うまくいったんじゃないでしょうかね。最後レイヤーのところを見るとそんなにレイヤーの数は多くないですね。で、今回そんな高度な機能とかも使ってないのでマスクぐらいかな。なのですごいシンプルに簡単に作れるのでぜひ皆さんもねこのテキストデザインっていうのをやってみてください。で、私もこの今テキストデザイン、このプロクリエイトで作るテキストのデザインっていうのにめっちゃハマってて、いろいろ研究してるので、またね、いいのができたら皆さんにシェアしたいと思ってます。はい、ということで今日は以上にしたいと思います。もしこの動画が良かったらですね、いいねボタン押してもらえると嬉しいです。ではでは、ご視聴どうもありがとうございました。バイバーイ。